ニコラ・ピリック、1975ニコラ・ピリッチは、ユーゴスラビア・スプリート出身の元男子、プロテニス選手。本名は、ニコラ・ピリッチというが、愛称の、ニキ・ピリッチでよく知られる。1973年の全仏オープン男子シングルス準優勝者。1970年の全米オープン男子ダブルスで、ピエール・バルトと組んだ優勝もある。左利きの選手で、 強力なサービスとフォアハンドストロークを大きな武器にした。現役選手時代は同僚たちの中でも一際強烈な個性の持ち主として知られた。指導者としても多くの実績を持ち、男子テニス団体戦、デビスカップの監督としてチームを4度優勝に導き、自身の経営するニキピリッチテニスアカデミーでノバク・ジョコビッチなどを育て上げたことで知られ ピリッチのテニス経歴は1960年のウィンブルドン選手権2回戦から始まる。1961年から1967年までの7年間、彼はデビスカップのユーゴスラビア代表選手を務めた。1966年のウィンブルドン男子ダブルス1回戦で、ピリッチはジーン・スコットとペアを組み、クリフリッチートルベン・ウルリヒ組29から21、12から10。 6から4、4から6、9から7のスコアで勝った。この試合で繰り広げられた98ゲームは41年間に渡り、ウィンブルドン男子ダブルスの最多ゲーム記録であった。組とケビン・ウリエットポール・ハンリー組が5から7、7から6、4から6、7から6、28から26の102ゲームを戦い、41年ぶりにピリッチたちの記録を更新した。 1967年、ピリッチは全仏選手権でトニーローチとの準決勝に進み、当時の男子テニス世界ランキングで7位に入った。全米選手権終了後、彼はプロテニス選手に転向した。ピリッチがプロ選手になった時期は、テニス史上最大の転換点であった、オープン化措置の実施と重なる。それまでのテニスグランドスラム大会は、出場資格が アマチュア選手に限定されていたが、1960年代には、プロ選手たちが増えてきて、アマチュアテニスの選手層が薄くなり、競技レベルの低下が進んでいた。そのため1968年の全仏オープンから、グランドスラム大会に、プロ選手の出場を解禁する措置が実施された。こうして、テニス界は、オープン化時代を迎える。これに先立ち、 著名なスポーツ競技運営者のラマーハントが従来のプロテニスツアーとは異なる新しい組織を設立した。8人のプロ選手たちがハントが新たに創設した男子プロテニスツアーワールドチャンピオンシップテニスと最初の契約を締結した。8人の顔ぶれはユーゴスラビアのニキ・ピリッチ、ジョン・ニューカムとトニー・ローチ、デニス・ラルストンとアール・ブック・ホールズ、ピエール・ワルト、 クリフドリスデール、ロジャー・テイラーである。この8人は、当時のテニス界で、ハンサム・エイトと呼ばれた。WCT は徐々に契約選手を増やしていったが、後年にも、ハンサム・エイトの呼び名が、ワールドチャンピオンシップテニスの同義語として用いられる、ことがあった。 WCT 発足から2年後の1970年、ピリッチは同じく、ハンサムウェイトの一人であるピエール・バルトとペアを組み、全米オープン男子ンダブルスで優勝した。この決勝戦で、二人は、オーストラリアペアのロッド・レイバーロイ・エマーソン組を6から3、7から6、4から6、7から6で破る勝利を挙げた。1971年のウィンブルドンで、ピリッチは、 女優のミア・アダモビッチと知り合い、結婚生活に入る。妻、ミアのおじは、当時、ユーゴスラビアテニス連盟の会長を務めていた。1973年、ニキ・ピリッチの人生で最大の波乱が訪れる。この年から、男子団体戦のデビスカップもオープン化され、プロ選手の出場が可能になったが、ピリッチは、ユーゴスラビアテニス連盟からのデビスカップ出場要請を拒否し続けた。 そのため、彼は、ユーゴテニス連盟から9ヶ月の出場停止処分を言い渡される。この件は、全仏オープン直前に明らかになり、国際ローンテニス連盟は、緊急会合を開いて、彼の出場停止処分を9ヶ月から1ヶ月へ短縮することを検討した。1ヶ月の出場停止処分は、ウィンブルドンから発行する。この騒動のさなかで、ピリッチは、 全仏オープン男子シ,シングルス準優勝者となり、同じく当時発足したばかりの男子プロテニス協会に加盟していた選手たちは、この件は単にピリッチ一人の問題ではなく、ATP ツアー全体の問題と重く受け止めた。当時は、どこの国でも選手たちの活動が自国のテニス連盟に拘束され、海外遠征などを自由にできないケースが多かったため、彼らはピリッチと、 ユーゴテニス連盟の摩擦を人事ではないとみなした。その結果として、ウィンブルドン開幕直前にピリッチが出場できないトーナメントはすべてボイコットする決議が採択され、総計79名の ATP ツアーカメン選手たちがウィンブルドンをボイコットした。出場停止処分が明けた後、ピリッチは全米オープンでギャンコデッシュとの準々決勝まで勝ち進んだ。その後、 彼は問題視されたデビスカップにも1974年から1977年まで4年間ユーゴ代表選手として出場し1978年全仏オープンまで4大大会に出場した。ピリッチは1978年7月のシュトットガルト選手権を最後に選手生活から引退しその後にシドイツ市民権を取得した。彼は1987年から デビスカップで西ドイツ代表チームの監督に就任し、1988年にミュンヘンの地でニキピリッチテニスアカデミーを設立した。ピリッチ監督のもとにデビスカップの西ドイツ代表チームは1988年1989年にデハイ連覇を達成した。1990年10月3日のドイツ再統一によりチーム名称も西ドイツから ドイツとなる。ピリッチは1993年にドイツを4年ぶり3度目の優勝に導き、1997年まで統一ドイツチームを率いた。その後2001年から2005年まで個国クロアチアの代表監督を務め、2005年にクロアチアチームをデハイ初優勝に導いた。彼はドイツで百八十八年、百八十九年、百九十三年、 クロアチアで2005年に優勝監督となり、2つの異なるチームで4度のデビスカップ優勝に貢献したことになる。ミュンヘンにあるニキピリッチテニスアカデミーからは2008年全豪オープン優勝者になったノバク・ジョコビッチをはじめ、エルネスツガルビスやサンドラ・クレーゼルなどの選手たちが育っている。ありがとうございます。